日も出てくるせっす。今回は、ウルトラマンギガをレビューしてやってたんですけど、ちょっとね、まさかの、マインドテンスが、すごくテンション低かったんで、ちょっとね、今テンションが上がってる状態で、設定を直します。もうね、実は、もう、ネタバレになっちゃうんですけど、サンダーガランギアと、スタバングコロナルナミラクルって、レビュー撮った後なんですよ。はい。それで、ルナミラクルとスタバングコロナの時に、一緒でーすって言ったんですけど、ちょっとねー、今思い返せば、ちょっとギンガのね、あまりにね、テンションが下すぎるってことで、ちょっと、撮り直してまーす。はい。ということで、今回から実写です。実写ですよー。じゃあ、主役のウルトラマンギンガさんをお呼びしまーす。ウルトラマンギンガさーん。はい、ウルトラマンギンガでーす。金庫は出てますからね。金庫。で、ここのね、V 字色の、この腕とか、肩とか、胸、顔、足。ね、ここが、いろんな色に光るんですよね。銀河ファイヤーボールだったら、赤。銀河クロスシュートはそのまま水色ですよね。じゃあね、これ一応やってきてんで、やっちゃいますね。ジン、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 ジン。私、変態行動して、申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。ちゅう。何やってんだ。じゃあね、後ろ、背中をね、見てみましょう。こちらが、後ろの背中ですね。ソフビ結構背中、がね、真っ赤なんで、色省略されてるんで、結構テレビとか見ると派手って感じちゃうのは私だけでしょうか。ね。派手って感じちゃうんですよね。今ガチャガチャのね、ウルトラマン銀河が出てるじゃないですか。タローとか、銀河、バルティ星人とかがラインナップされてる。これで、ウルトラマン銀河のゾート相場をね、出そうと思ってんですけど、全然出なくて、銀河だけもうね、4個か5個ぐらいありますよ。どんだけだよ。全然出ないんですよね。で、ここに置き去りの私。どれもいい、どれでもいい。で、だいぶサインをリードして、終わります。7色のやつ、それもプレミアムバンダイで限定発売したので、そちらもぜひ見てみてください。ということで、ウルトラマンギンガのレビューでした。それでは。